札幌市の地下鉄大通駅構内で昨日撮影された映像。一人の男が休憩スペースの机に乗り、大声を上げながら暴れています。よく見てみると、男の手にはナタのようなものが。置いてある荷物を次々に蹴り飛ばし、かなり興奮した様子です。昨日、銃刀法違反の疑いで逮捕された札幌市白石区の26歳の男。昨日午後6時40分ごろ、正当な理由がないのに刃渡りおよそ20センチのナタ1本を持っていた疑いが持たれています。誰かなんか恨み買ったのかそんなは分かんないですけど、まあ、事情なく全く知らないですよね。でもなんかこう急に刃物向けるなってちょっとびっくりしたと思いました。これも平成でしょ。もう一方どこなんだ。座る場所もない。腹立たしい。人死んだらどうするよこれ。男は誰かを挑発しているようにも見えます。なんでここに溜まってんのよ。現場にいた人の話によると、男は突然休憩スペースで酒を飲んでいた集団に絡んできたといいます。これは男のものとみられるツイッターのアカウント。地下歩行空間で騒ぐのもほどほどにしろよ。周りの皆迷惑しているから。今月18日には集団に対して注意するようなコメントが投稿されていました。関係者によると、男は以前からこの集団とトラブルになっていたとみられています。男はこの後警察官に取り押さえられますが、自らを酒の悪魔と呼ぶなど意味不明な発言も。男のものとみられる YouTube では、事件前に事件を予告するような動画も。俺は酒の悪魔だ。酒でおめえらをぶっ殺してやるよ。酒でぶっ殺してやるよ、おの野郎。警察によりますと、男は当時酒に酔っていて、調べに対し、弁護士が来てからじゃないと不利になるからお話できませんなどと供述しているということです。